当たりますように。それではアイビス様出しの予想の前に乾杯しましょう。よっしゃっぽ。今日も暑かったですよ、金曜日。ここ最近で一番暑いんじゃないですかね。もう照りつける太陽と、この下からの反射もそうですけど、暑すぎるぐらいでしたけども、そんな体をいたわるのがビールでございます。缶のパイアイビス、枠が出ました。さあ行きましょう。美味しいです。さあ今回ね、人気になりそうな馬がうち入ったんですね。うん、これちょっといいバランスで分かれた感じしますよね。まあ福永くんが13番でね、うん、この馬は調教良かったですが、スピードもありますが、函館スプリントステークスの時にペースが速すぎた、ついていけなかったみたいなこと言ってるんですよね。まあでも G3 のね、レベルを経験したということで、今回は福永君乗っけてきたっていうことはね、2回連続で西村君乗っけてたのに福永ジョッキーを乗っけてきたっていうところでね、何か陣営の何かを感じるんですが、私はここ行きません。はい、あ、これ行きましょうか。はい、馬体診断ね、今週のギャロップでございます。ちゃんとギャロップから私許可いただいておりますので、まあ、一番最初に出てるのがライオンボス、去年の2着馬、おととしの勝ち馬ですか、あ、違う、去年おととしの2着馬ですね。うん、2着馬もう適正あります。1枠1番に入ってしまいました。まあ、GM 言ってるように、まあ休み明けなんですけども、もう一歩だって言って、ちょっと緩い感じしますね、ライオンボスの体にしては。やっぱこういう時の方がいいですもんね。うん、俺去年の馬体と比べたら、うん、ちょっとトモとかね、小さいですよね。うん、そしてオールアットワンス、これ決意は抜群です。見てください、なんか模様あるでしょ。これ銭形です、銭形平次でございます。はい、決意はいいってことは、この暑い夏に内臓が調子がいいってことです。そしてこの馬もごついです、牝馬マリアズハート、こちらも銭形は出てますし、胸前とも抜群ですね。足の短いね、短く見える馬なんですけども、これは短距離速そうですね。そしてときめき、ときめきも悪くはないですけど、パンというなんかね、やってやるぞっていう雰囲気の張りはないですね。ほどほどにいい筋肉、ついております。そしてあと3頭、マウンテン娘、ケズヤ抜群です。ただこの馬1頭だけ、函館調教で函館から輸送なんですよね。それがちょっと気になりますね。でベントボーチェ、調教良かったんですけど、まあ馬体的には普通ですね。おおっていう感じは私には感じないです、この写真では。そして、前走伊達2着だったロードベイリーフ、これもなんだろう、やっぱね、写真の雰囲気があまりよくは感じません。でも前走2着ですからね、スピードありましたよね。ということで、私アイビス様出し、今回で第22回なんですね。第22回で、開幕誌どうなんだ、まあ皆さんもおっと思ってるとは思うんですが、私この中に行きます。牝馬で行きます、牝馬で行きます、黒で書きましょう、牝馬で行きます。17番シンシティ、ラスベガスの別名ですね、シンシティ、罪な街なんていう意味らしいんですけどね、シンシティ、シンシティで、こちらから行きたいと思います。17番ですね、17番から、まあ人気どころのうちに入りましたけども、オールアットワンス、石川ジョッキー、そして6番のマリアズハートは入れたいですね。3人気どころだったらこれ
これもう馬体がいいので入れます。馬体がいいので、まあどう乗るかですよね。価値はないにしてもと204番のね、ナナコちゃんが乗るスティックスが前走 CB 賞で TM スパーダですか、あれがレコードで勝った時の番手でついてきて残り200までだから 1000m が53秒6だったのがですかね、そのぐらいだから53秒台では多分通過してるような感じですね。54秒とかね、だからそれがあっての今回だから余裕なんじゃないかなと。とにかくスティックスはスタートがいいです。だからどう乗るかなんですよ。で横のロードベイリーフね、5番がねどう乗るかなんていうのもあるんですけど、まあそんな中でまあシンティがね前走抜群のスタート、5番枠から、スティックスが隣でしたから、これでいいレースをして、まあ、52キロだったんですが今回54キロになりますが、枠の違いの勝ち馬1、2着馬とは枠の差だって言ったぐらい、富田暁ジョッキーが言ってたのでこの馬なんですけども、さあそしてこっからですよ。こっから穴っぽい娘じゃねえ娘って言ったらマウンテン娘しかいないじゃん。穴っぽい馬に行きます。牝馬がね結構出てるんですよ。これね一番手はね私16番ビリーバー、これはいつ馬券に来るかわからないような馬なので今回来てもおかしくないですよ。前走もねやっぱ口向きが悪いのかやっぱスタートしてからがねやっぱ大変なんですよね。まあその中で最後いい足で上がってきたので16番にいたのでシンスティー、まあスタートエンジン後ろからちょっとうまく縫ってこれたらの話ですよ、うん、そして隣のクリスティ15番、これはもう枠ですよね、外枠松坂ジョッキー、これも調教良かったです。非常に胸前の柔らかい、だから足が出てるんですよね。こういう馬調子いいと、こういう馬私あこれいいな調教いいなと思った時は買うようにしてます。15番柔らかみがあります、足毛馬、うん、そしてこれね今回前走はいまいちだったと、敵が、うん、進んでいかなかったと。10番ジュニパーベリー10番、はい、この馬、前走伊達店で8着だったんですけども、いつもより、まあ、調子の出来が良くなかったんですかね。去年ヤヤモで16と16番枠から、54秒8で稲妻ステークス勝ってますからね、適性はあります。その後のルミエールでも3着に来てくるぐらいですから、ちょっと面白いんじゃないですかね、ゴールドシップさんと、うん、これはもうババ適正でございます。この5と、そして保険馬券、保険の窓口はこれはねマリアズハートからいきたいと思います。マリアズハート6番からこちらの馬たち3、16、15、10、そしてもう1頭入れるとしたら福永ジョッキー、やるこれじゃ硬いもんな、うん、ロックなんかね、ベントボーチャー、ときめきの方が面白いか、ときめきって去年4着ですよね、うん、ときめきいきましょう、ときめき、12番、はい、こちら、はい、マリアズハートから保険で、3、16、15、10、12、5と、ウマレンワイディ、ウマレンワイディで、はい、10点返します。10点でね、20点返します。だから20倍以上つけばプラスでございます。さあ今日はですねアイリスサバダッシュレッドさんの予想も乗っけたいと思います。予想が来なかったら乗っけません、乗っけたいと思います。さあそれとクイーンステークスの方も予想を、まあ、口頭で発しますので、テルゼットの1番軸から2、6、8、14、もう一個面白そうなの入れてみるか、ラブユーライブは、札幌で2戦2勝なんですね、そして持ち時計もありますのでこの馬買いたいですね。ウォーターナビレールとかね、ルビーカサブランカとか印ついてるんですけども、ホーピースフルとここはね私行かないです。
だったらもう一頭4番里の聖守備入れましょう。ということで皆さん、アイルサバダッシュ新潟の先着です。新潟のお祭りです。いずれ1000m の G1 ができてほしい、さアイビス様出しが G1 になってほしい男からの乾杯でございます。乾のパイ。さあどうもこんにちは、ワシントンレッド吉田です。さあ、日曜日はアイビス様出しということで、これはちょっとね、ワクワクするレースなんですけれども、今回ね人気馬が結構内側入ってしまったのでどうだろうと、やっぱ外枠有利な、新潟の先着ですから、そこを考えた時に、私の本命決まりました。はい、私の本命は12番のときめきですね。前走先着で1着、で昨年のアイビスサマーダッシュが4着という結果で、昨年は、5枠9番というその枠から4着に来たので、今回は、6枠12番ということでね、昨年よりも有利でしょうねえ、はっきり言って難しいですこのレース。ただまあ外枠寄りの、12番でレースができるということは、いいんじゃないかなと。でジョッキーが、ね、松山ジョッキーなんで、なんかうまいことこう3着ぐらいに来てくれるんじゃないかなというふうに私は思っております。なので、副賞ですね、単勝少なく副賞で勝負したいと思います。はい、といったわけでね、皆さんもあとまあね、明日今日は明日と悩んで褒めね決められたらどうかなと思います。いや荒れると思いますね。はい、以上です。では五郎さんお返しします。さよなら。さあそしてですね、7月のまあ終わりですけども、私の激辛サバ味噌缶が発売されましたので、ぜひ皆さん見かけたら買って食べてちょうだい。激辛カツメだ。うまさと辛さがもう最高にバランスいいでございます。ビールに合いますので、ぜひ激辛缶詰。それでは皆さん失礼します。シンシティ。